こうやった時にワンツースリーシュッとなるのよ。こちらは秩父の木を使って作っている木工のお皿とかスプーンです。家を支えた柱だったものなんですね。それをもったいないので捨てちゃうと、これは100年とか経っているお家の木をスプーンに作り直して、今このお店の中にあるお酒全部名水百選で作った酒になっちゃったんだ。まあ、酒屋にとっては一番大切な原料がこの仕込み水なんですね。まあ、水が命ですから、はい、thank you.